1918年1月から1920年12月までに世界中で5億人、当時の世界人口の約4分の1が感染したスペイン風邪、1918年パンデミック、人類史上最悪の伝染病の一つとされており、米国では大流行初年に平均寿命が約12歳、低下したほどでした。香港の英字メディアが先日、当時の日本の状況を伝えるポストを配信、学校が全国的に休校になったことや大相撲が休場になったことなどに加え、以下の点が日本政府から国民に向けて通達されたことを紹介しています。他人とは1メートル距離を置く、大規模な集会は避ける、電車やバスに乗る際にはマスクを着用する、マスクがなければハンカチで口と鼻を覆う。また、動画版では、スペイン風邪の世界的な流行後、早くからマスクを取り入れた米国ではマスクが定着しなかった一方、日本では定着し、今でも社会に浸透していることが紹介されています。投稿には、世界中から様々な声が寄せられていました。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。